クロイツ群、クロイツ群、クロイツ群、クロイツサングレイザースとは近日点が太陽に極めて近い類人の軌道を持つという点で特徴づけられるサングレイザー。太陽に非常に接近する彗星の群の一つである。これらは数百年前に分裂した一つの非常に巨大な彗星の破片だと考えられており、これらの彗星の間に関係があることを最初にはっきりと示した。 天文学者のハインリヒクロイツにちなんで命名さた。クロイツ群に属する水星のうちいくつかは大水星となっており、太陽に接近した時には昼までも見えるものもあった。このような水星の中で直近に現れたのは1965年の池ヶ谷赤水星であり、これはおそらく前回のミレニアムで最も明るくなった水星である。1995年に 太陽探査機双方が打ち上げられて以来、黒い津群に属する数百の小さな彗星が発見されており、中には差し渡し数メートルしかないものもある。こうした小さい彗星は近日点を通過できずに消滅する。アマチュア天文家たちはインターネット経由でリアルタイムで公表されるデータから、黒い津群の彗星を非常に数多く発見している。軌道が 太陽の極めて近くを通ることが最初に分かったのは1680年の大水星だった。この水星の近日点距離はわずか90万 km イコール 0.006au イコール1.3太陽半径だった。つまり、太陽の表面から20万 km イコール 0.0013au イコール0.3太陽半径のところを通過したことになる。これは、 地球から月までの距離のおよそ半分に等しい。この水星は、こうして、初めて確認された、サングレーザーとなった。この水星から見ると、太陽が天空を占める角度は80度以上に達し、地球から見た時よりも2万7千倍以上、大きくかつ明るくなり、水星の表面の1平方メートルあたり37メガワットの熱量が、届けいた子になる。 エドモンド・ハレーを含む当時の天文学者はこの水星は1106年に太陽の近くで非常に明るく見えた水星が戻ってきたものだと考えた。163年後、1843年の大水星が現れ同様に太陽の至近距離を通過していった。軌道を計算してみると軌道周期は数百年という結果が出たが、 天文学者の中にはこれは1680年の彗星が戻ってきたものはないかと考える者も,もいた。1880年に出現した明るい彗星は1843年の彗星とほとんど同一の軌道を回っていることがわかり、1882年の大彗星がさらにそれに続いた。天文学者の中にはこれらの彗星はべて同一の彗星であり、軌道周期が どういうわけか、近日点通過のたびに劇的に縮められていて、それは太陽を取り囲んでいる密度の高い物質によって減速されいるためではないかという説を提案する者もいた。もう一つの説は、これらはすべて昔のサングレーザーの破片だというものであった。この説は1880年に初めて提出され、その信頼性は1882年の大彗星が、 近日点通過後にいくつかの破片に分裂した子で十分に実証された。1888年には、1843年、1880年、1882年の彗星はおそらく数回期前に分裂した一つの巨大彗星の破片だろうということを示す論文をハインリヒクロイツが発表した。1680年の彗星はこの彗星の集団とは 無関係であることが立証された。クロイツ軍に属する別の彗星が1887年に現れてから、次の彗星は1945年まで現れなかった。1960年代にはさらに、1963年のペレーラ彗星と、1965年に非常に明るくなり近日点通過後に三つに分子体けがや、石彗星という二つのサングレーザーが現れた。 クロイツに属する二つの彗星が間髪を入れず連続して現れたことでこの群の歴史のさらなる研究が刺激された。クロイツに属する彗星の中で最も明るかったものは非常に壮大な天体となり昼までも簡単に見えるまでになった。最も見事だった三つは1843年の大彗星、1882年の大彗星、そして池ヶ谷、 赤水星である。非常に注目すべき他の水星としては1882年の日食水星がある。1843年の大水星は近日点通過からわずか3週間余り前のその年の2月上旬に発見された。2月27日までには昼間にも簡単に見えるようになり、観測者は空の眩しい輝きの中に見えなくなる前に、 太陽から離れる方向に2から3度の長さの尾が見えたと記している。近日点通過後、水星は朝の空に再び現れ、極めて長い尾が発達していた。空に少なくとも50度以上に伸びたその尾は、少なくとも1億5000万 km 以上の長さに達していたと計算される。2000年になって、百武水星の尾が3億5000万 km も伸びていたことが判明するまで、 これは測定された水星の尾の長さの最長記録であった。この水星は3月中ずっと非常に目立っていたが、4月の初めになって次第に暗くなり、肉眼ではほとんど見えなくなった。最後に観測されたのは4月20日である。この水星は大衆に非常に大きな印象を与えたらしく、最後の審判の日が差し迫っているのではないかという恐怖を抱いた者もいた。 また中浜万次郎も救助された、米保芸船でアメリカ東海岸に向かう途上、ケープホーン沖でこの水星を見たことを記録に残している。1882年の大水星は、近日点通過のわずか数日前の1882年9月上旬に、現れた時にはすでに肉眼で簡単に見えるようになっていたので、多数の観測者に独立して発見された。この水星は、 急速に明るくなり、9月16日と17日の2日間にかけて昼までも見えるようになり、薄雲を通して見えるほどだった。この水星は近日点通過後、数週間にわたって明るく輝き続けた。10月の間、核が最初は2つ、そして4つに分裂するのが観測された。核から数度離れたところに拡散した光の断片が、 見えたと報告した観測者も何人かいた。核の破片の分離速度から、破片は数世紀の間隔を置いて、分裂から670年後から960年後の間に戻ってくると考えられている。池ヶ谷、石水星は、黒い津群に属する非常に明るくなった水星の中で、最も新しいものである。この水星は二人の日本のアマチュア天文家、池ヶ谷ると、 関津とんが互いに15分以内に独立して発見し、二人はすぐにこれがクロイツ軍の彗星だと気づいた。彗星はその後4週間で太陽に近づくにつれ急速に明るくなり、10月15日には死闘級が2等に達した。近日点通過は10月21日に起こり、世界中の観測者が昼間の空で簡単に見ることができた。 明るさは推定で17頭にも達し、満月よりもはるかに明るくなり、また1106年以降に見えたすべての水星よりも明るくなった。日本の天文学者たちはコロナグラフを使って観測を行い、近日点通過の30分前に水星が3つの破片に分裂するのが観測された。11月上旬に水星が朝の空に再び現れた時、 三つの破片のうち二つは明瞭に観察できたが三つ目はよく見えなかった。彗星は25度の長さの明るい夜が発達し、11月を通してゆっくりと暗くなっていった。最後に観測されたのは1966年の1月だった。1967年のブライアン・マースレムの研究は、クロイツ軍の先祖にあたる彗星を確認するため、 この軍の軌道を遡ろうとする初めての試みだった。1965年までに現れた黒一イ軍の彗星はすべて約144度という同一の軌道傾斜角を持ち、また近日天候傾も280度から282度と非常によく似た値を持っており、例外が2差にあるのは軌道計算の不確かさに原因があると考えられた。 近日点引数と昇降点光景の値にはより大きな幅があった。マースデンは黒い軍群の彗星が軌道要素のわずかな違いから二つのグループに分けられることを発見し、この群が一回以上の近日点通過を経ていることが示唆された。池ヶ谷、赤水星と1882年の大彗星の軌道を遡ったマースデンは前回の近日点通過でこれらの破片の間に 生じた軌道要素の違いは、池ヶや、赤水星が分裂した後の破片の軌道要素の間に生じた違い同程度であることを発見した。これは、この二つの水星が一回期前に分裂した同じ水星から生じた二つの破片だと考えることが最もらしいということを意味している。クロイツ軍の先祖の水星として飛び抜けて可能性が高いのは1106年に見られた水星である。 池谷、石水星の軌道要素からは、前回の近日点通過が、ほとんどちょうどその頃だったという結果が導か、また1882年の大水星の軌道要素からは、前回の近日点通過は、その数十年後だったという結果が出るが、これが一致するには、軌道要素にほんの小さな誤差があると考えるだけでよい。1689年、1702年、 1945年の水星も1882年、1965年のものと密接に関係があると見られているが、これらの水星の軌道要素は1106年に母水星から分裂したのか、あるいは4世紀かそれ以前の近日点通過の際に分裂したのかを確定できるほど正確には求まっていない。このアグン・サブグループはアグ軍愛として知られている。 1843年と1963年の水星も密接に関係があると思われるが、これらの軌道を1回期前に遡っても、軌道要素の違いはまだ多少大きすぎるので、これらが互いに分裂したのはもう1回期前ということ意味するのかもしれない。これらは1106年の水星とは関係がなく、それよりはその約50年前に戻ってきた水星と関係が、 あると考えられている。1668年、1695年、1880年、1963年の水星もアグーン、イと呼ばれるこのアグーンに属し、おそらく1回期か2回期前の分裂の結果だろう。1970年に見られたホワイトオルティス・ボレリー、水星はこのグループよりはアグン・アイに近い関係だが、以前に分裂して他の破片を生じたと思われる。 二つの和群の違いは、これらが二つの分離した母彗星から生じた結果で、あることを示しており、二つの彗星はどちらも何回起か前に分裂したツボ彗星の破片だったと考えられている。ツボ彗星の可能性のある候補は、紀元前371年にアリストテレスとエフォルスが観測した彗星である。エフォルスはこの彗星が二つに分裂したのを見たと主張した。 元々の水星が極めて大きかったことは間違いなく核の直径が 100km もあったかもしれない。比較のために核とエールボップ水星の核の直径は約4 0 k m である。この二つの主要なグループとは軌道が多少違うが1680年の水星もクロイツ軍と関係があり何回も前の回帰で分裂した可能性がある。クロイツのようなことは 唯一の得意な現象ではないかもしれない。様々な研究により、大きな軌道傾斜角とに天文単位未満の近日点距離を持つ彗星では、重力的な接動の効果が累積することによって、太陽に接近する軌道になる傾向があることが示されている。ある研究では、ヘールボップ彗星も最終的に太陽に接近する彗星になる可能性が約15あると推定されている。 20世紀末まで、黒いツ群に属する非常に明るい彗星が太陽系の内側を通過しても近日点通過が5月か6月だった場合は気づかれないままになる可能性があった。1年のうちこの時期には地球から見ると彗星はほとんど太陽の真後ろから直線的に近づいてきてまた遠ざかっていくため彗星が非常に明るくなっても太陽の極めて近くでしか見ることができない。 1882年の日食彗星のように近日点通過中に回帰日食が起こるという珍しい偶然が起こる以外発見できるようになる可能性はなかった。しかし1980年代には2つの太陽観測衛星がたまたま偶然に黒い群に属する数個の新しい彗星を発見し太陽探査機双方が1995年に打ち上げられてからは 太陽に非常に近い水星を一年中観測することができるようになった。双方は太陽のすぐ近傍の連続的な画像をもたらしており、差し渡し数メートルしかないものを含む毎年100個以上もの太陽をかすめる新水星を発見している。双方水星の約90%は黒い群に属する水星であり、残りの水星はヒクロイ群または 散在性の太陽接近彗星と呼ばれていい。双方が観測した黒い津群彗星で近日点通過を生き残ったものはない。太陽に突入するものもあるが大部分は単に完全に蒸発してしまったようである。双方彗星のうち約3分の2はインターネット経由で双方の観測結果を分析しているアマチュア天文家によって発見されてきた。 アマチュアの中には非常に多数の発見を成し遂げている者も,もいる。イギリスのマイケル・オーツは136個もの発見数を記録し、ドイツのライナークラフトも63個を発見している。双方の観測から太陽に接近する彗星はしばしば数時間を置いて2個、1組でやってくるということが明らかになっている。このような組の出現は偶然にしては頻繁すぎ。 また前回の回帰で分裂した可能性も、もしそうならはるかに距離が離れているはずなので考えられない。その代わり、このような組は近日点から離れたところで分裂した結果だと考えられている。多くの彗星が近日点から離れたところで分裂するのが観測されており、黒いイ群軍の場合は近日点の近くでの最初の分裂によって軌道の残りを回る間に次々と分裂が、 連続していくと思われる。クロイツ軍のアグンアイに属する彗星の数はアグンイに属する彗星の数の約4倍である。これは、祖母彗星が母彗星に分裂した際に大きさが不均等な2つの破片に分裂したことを示唆している。力学的に考えると、クロイツ軍は今後数千年にわたって明瞭な集団として、 はっきり識別できる状態であり続けるかもしれないと言われている。クロイツ軍の軌道は最終的には重力的な接動によって分散していく。しかし、クロイツ軍を構成する彗星の分裂速度次第で重力的に拡散する前にクロイツ軍が完全に破壊されてしまう可能性もある。双方によって発見される。この軍に属する多数の小さな彗星から どのように水星が分裂して、集団を形作るかが将来間違いなく、今よりずっとよく理解されるようになると考えられている。最後に明るくなったクロイツ群の水星は2011年に発見されたラブジョイ水星である。1970年のホワイトオルティス・ボレリー水星以来41年ぶりの発見であった。小ぶりな水星であったため当初は、 太陽接近時に消滅してしまうものと思われていたが、奇跡的に生き延びると、12月25日頃には、南半球の空に超大なお店、クリスマスの大水星と呼ばれるまでになった。近い将来に、黒い津群に属する、新たな非常に明るい水星が現れる、可能性を見積もることはできないが、過去200年に少なくとも10個の肉眼で見える、水星がやってきたことを考えると、 壮大な黒い津群の彗星がまたいつの日か現れるのはほとんど確実だと予想されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。